第二次世界大戦太平洋戦争日本本土の戦い日本本土空襲高松空襲空爆を行った B-29 爆撃機高松空襲は第二次世界大戦中の1945年7月4日の午前2時56分から午前4時42分にかけてアメリカ軍により行われた香川県高松市に対する空襲であるこの空襲では 連合軍のアメリカ軍の爆撃機、ボーイング B-29 およそ116機が用いられ、爆撃を受けた高松市では、空襲警報が解除された後の不意打ちであった。1945年7月3日午後4時23分、マリアナ諸島のグアムサイパンテニアンの3島4基地から、姫路、徳島、高知、そして、 高松への爆撃のため501機の B-29 爆撃機が出撃し、伊王島を経由して、それぞれの都市へと向かった。翌日未明、116機の B-29 が高松市の上空に飛来。午前2時56分から同4時42分まで、焼夷弾などの爆撃を続けた。市街地の約ントが焦土と化し、百五十九人が、 死亡。高松赤十字病院は重毯爆撃によって全焼。入院患者は当着していた従業員の看護婦、医師等と共に全滅したとみられる。高松市立四番町小学校も全焼。校下には1000名の小学校と謳われている。当時、香川県には北群林村の高松飛行場に、 明けの共同飛行士団の戦闘機隊と、第10飛行士団霊下の飛行第28戦隊が、水戸豊軍拓馬には、海軍の水上機部隊が駐屯していた。しかし、拓馬の部隊は、水上偵察機や、飛行艇の部隊で迎撃戦は、不可能であり、さらに陸軍部隊は、戦力温存の方針で迎撃戦を行わなかった。だが、 海軍の大村飛行場を本拠地とする第352海軍航空隊の地区上飛行場派遣隊が同やに迎撃に出ており、一気の未帰還機を出している。空襲では高松市中心部以外にもその周辺地帯や軍用施設が立地していた郊外にも及んだ。八島東町の被災は八島山頂にある四死霊岩の部分である。またこの地区の空襲は、 国道21号の高松町あざきらい付近にあった、八島飛行場を狙ったと思われるもので、現に、高松空襲を行った第58航空団の攻撃目標には、陸軍林飛行場と、陸軍八島飛行場も含まれていた。ただ、これらの施設の損害について、後にまとめられた米軍の報告書、第21爆撃隊本部作戦任務報告書でも、目視による、 損害なしとされており、実際にも被災はなかった。戦後30年経った1975年8月、高松病院南側の指導で行われていた道路工事中に、地中から抱き合った母子の発骨死体が見つかった。母子は付近に住んでいた35歳の母親と3歳の長男で空襲で亡くなったと判明し、後日現場では、 慰霊祭が営まれた。本州につながる、鉄道連絡線の終点、四国の主要鉄道、道路網の集中点であり、微山瀬戸の支配的位置を占める。香川県の県都である。軍需産業の主要地である。倉敷飛行場工場、牧田鉄工所、化学工場、爆薬製造設備、石油生成設備を有する。人口密度が高い。 効果的対空放火装置を持っていない。高松空襲に際して米軍が決定した MPI は、現、国道11号高松北バイパスと高松、中央商店街が交差する地点。そこから半径4000フィートの範囲が確率誤差円であり、この範囲に高松市の重要部分が収まるように設定された。高松空襲の被災地域焼け残ったのは、 主に強固な鉄筋コンクリートで建造された建物で被災区域との境目にあたる市街地外縁では木造建築も多く残っている。高松市は主要115都市に施行された戦災復興都市計画の対象となり、その一環として空襲によって海人に返した中心市街地の大部分で区画整理が行われた。 区画整理の施行面積は358.2ヘクタールに及び、3考区3次に分けて行われた。施行区域は、塩谷町、福田町、古馬場町、片原町、今、新町、大区町、桶谷町、御坊町、坊町百間町、北古馬場町、野形町、丸亀町、亀町外杜屋町、南高野町、古新町、 兵庫町、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町、七番町、八番町、九番町、十番町、天神前、田町、東河原町、西河原町、新河原町、北亀井町、南亀井町、旗子町、中心町、南新町、南舵屋町、鶴屋町、本町、 内美学屋町上尾小町通り町甲町八坂町南河原町東田町塩上町琴吹町及び西内町の全域並びに築地町新潮屋町井口町新通り町西通り町西陣通町内町浜野日野と東浜町新材木町魚屋町 新港町、玉茂町、宮脇町、松島町、花園町、栗林町、桜町、富士塚町、中野町、西野丸町、北浜町及び幸町の各一部である。区画整理の最終的な観光となる勘置処分を終えたのは終戦から25年後の1970年であった。この区画整理によって、 江戸時代の城下町の都市構造を受け継いだ道路、外区はことごとく再配置され、中央通りや観光通り、県庁前通りなどが拡幅あるいは新たに作られた。ゆえに戦後から現在に至るまでの高松市中心部の道路、景観などはこの時に作り出されたものである。中でも中央通りは以降高松市のメインストリートとなる通りであるが、 計画当初100メートルであった福音は、その後50メートル、そして市民の反対によって、現行の36メートルと度重なる縮小を余儀なくされた。また、高松の繊細復興土地区画整理事業の特徴として一つ一つの外区規模が、比較的小さく細い街路が密度高く配置されているため土地が細分化されており、 大規模な建築物が需要を増した。現代の土地利用ニーズには必ずしも合致していないなど、構成の評価においては問題点も指摘されている。市街地に隣接し、空襲被害を受けていながら、戦災復興土地区画整理事業の対象とならなかった松島町周辺では、高松市が施向主となった松島土地区画整理事業が、福岡町、松島町、 花園町及び観光庁の各一部に施行された。この区画整理は、戦災復興土地区画整理事業とは別の事業として施行されたが、市街地との連続性や空襲被害を受けた地区であること、施行時期も、戦災復興土地区画整理事業と同時であることから、事実上と心部と一体の区画整理となった。1五十二年高松復興都市計画図に、 記された計画は以下の通り。実現実現したが、当初の計画とは異なるもの非実現。ありがとうございます。